確かモーリーとサンサンロが作ったのかな、ガラスをはめる場所ですね。どこにガラスをはめるか分かりますか。上上がって、うん、熱溜まって、うん、あっち側に熱が来て熱いから、お客さん正解です。石川ですよね、昼間市石川、はい、海洋ガラスさんにちょっとお願いをして、はい、そこの長さでカットしてもらったガラスがあちらです。はい、早かったらドッキリだで、あのガラスはあれですよね、フィルム貼られてるんですよね、はい、はい、どうか、はい、フィルム貼られてるんですよ、うん、曲ガラスではない、フィルム貼られてるんですよ、何が、そう、なんでしょう、なんでフィルム貼られてるんでしょう、ガラスに熱、あ、違う、あ、その効果もあるかもしれない、あ、でもそれではない、うん、それは、一番は安全、あ、なるほど、あ、強化ガラス、あ、熱も強化ガラスね、違います、はい、もし割れた場合、あ、飛び散りにくくなってるっていう、あ、車のガラスもそんな感じです、そうそうそう、そういう意味で、これ本当にガラスの取り付けるときに、こういったの下に出てから、まあ、バックラップ、セッティングブロックっていうのが一緒みたいな、あ、そんなのか、ね、光が下にくっつかないやつ、へー、ちょっと入るところが簡単なんで、あ、やばいな、あ、やばい、入るね、入りますね、8ミリ、8ミリ、はい、あ、やばい、ハロー、出るのか、出るのか、終わったらもう一回終了、俺やらん方がいいでしょ、怖いんだけど責任結構重大だよ、うん、おお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 、種よし、あ、投げる、投げる、枕投げる、あ、枕がないからか、はいはい、それも殺して、おぉ、はい、はい、はい、ちょっと開けますね、壊すみたいな、お、開いてあげた、おぉ、おぉ、おいたち、強化ガラスもらってるからな、もう枕で食べて、さあ、枕、入る、待って、待って、待って、あ、あ、枕に乗るか、あ、あ、あ、はい、あ、乗った、乗った、はい、枕に乗りましょう、乗ってますね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 、壁の立ちが合わないから、うん、ほら、90度じゃないってこと、そうだ、90度じゃない、8ミリ戻してから、横だけシリコンがいいな、シリコンに逃げた方がいいな、ハロー君、これですね、立て付けがまず悪いんで、ガラス縁をちゃんとした製品があるんですね、それからちょっと高かったんで無理って自分たちの縁を作りますって作った結果、はい、営業に合わないっていう状況なんです。でだからガラス屋さんが悪いみたいな、この建物自体もとこの縁の厚みが十分なかったっていう、それを微妙に調整してもらって結構、うん、これだな、うん、上もこれ多分シリコンで焼いてますね、ある程度シリコンをもう入れたんすか、それで位置が決まって、あ、こっちの角もシリコン入ってるの、あ、ダーク系のシリコンで、綺麗に、お、すごいね、すごいね、本当にガラスがくっついてるみたい、すごい、ほら全然違う、綺麗、とかも下は持ち返してる感じ、ダークブラウン、ダークブラウンという色、ダークブラウン色、あ、まあ、めっちゃ近い、合わせて、こっちの、まあ、近い、壁はもう白、白、こっちはもうアイボリーだけど、ちょっとアイボリーじゃないので、でも、でも全然、うん、上はブラックなんですよ、え、下はブラウン、ダークブラウンで、上は黒いですよ、本当だ、黒だからか、本当だ、色違う、ちょっと自然に違いますよね、うん、違いますね、あ、そうだ、縁も黒にしてるんだ、あえて、これもブラックなんですよ、こっち、昔、あれだったんですよね、うん、とても暑いところ、場所で、うん、人気がなかった場所って聞いてたから、ああ、こっちに、キッチンの料理で熱が出たものがこっちに来るから、なんか煙が来てたらしくて、でこう、だからもう、荷物置き場だったんですよ、うん、で今ではもうクーラーがもうついてるから、ここは特等席なんじゃないかなと思って、ついてるし、か、ね、煙も来ないからね、このガラスメニューも見えるしね、こっち人気、人気なんじゃない、こっちの場所、いいね、この場所、角、角付けにはたまらない、たまらんな、てか音が聞こえづらいですね、ガラス入れたら、あ、そうですね、ボーンになりますね、ええ
こっちにもぶら下げてる。すごい面白い。あ、フィルム貼りって書かれてる。うんうんうん。こっち側に、手前に、お客さん側にフィルムが貼られてるってことだね。でも触ってもわからん。うん。ガラスみたいな。いいガラス。いやいや、触ったし感触。あ、フィルムの感覚が分からないってこと。でも分からないんじゃない？分かる？違うの。こっちはキュッてたのと、こっちはなんかサラサラする。こっちはあのセフォン、パーカーの。あ、そうなんですよ。あ、触るのよ。修理じゃない。あ、フィルムじゃない。あ、触るのよって。まだガラス溜まってるからね。こっちこっちフィルムとの。楽しみだかな。ガラスプレー来てる。日本酒飲みたくなってきたもん。なんもないよ。洗剤しかないけど。庶民的にあれだっけ？あの回る回転寿司みたいな。え？来る？なんかレール新幹線走るこっちゃって。新幹線走る。プラレール結構こう。プラレールいいね。おもちゃのプラレール。刺身盛りがない。ガタ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 。草壁さんが言ってたんだけど、向こう側は相手は座らないらしい。今ちょっと物入ってますけど、こっちは下げ物とか料理の提供場所だから、あ、ここでこっち渡しとかするから、こっちは、うん、もう一人分は、うん、あ、そうだ、火曜ガラス、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、さんによろしく伝えてください。はいはい。今、じゃあクーラーなんですけど、そこで取り付けしてるんですよね。室外機をクレーンでもう、うん、取り付けして、今から空気が、ああそうだ、線配線とかがね、つながってって、からスイッチを入れて、でもリモコンの方は設置されてる。ね、すごいね。クーラーって一番重要なのは、排気と吸気らしくて、うん、これが多分吸気？ここから風が、外の風を吸う。外の風を吸う。うん、吸う。で、向こうから流れて、はい、まだ開けてないんです。明日開くんですけど、うん、ここに排気があって、キッチン側の方に排気があって、空気の流れを作るってことだよ。空気の流れがないとクーラーは引けない。それが重要って言ってた。うんうん。あれ、ダクトの吸気じゃダメなんだよね。別だよね。別らしい。へえ。だからあのクーラーでは引き出す能力はあるんだけど、うん、人間とかそのモロコの熱をこう無理やり引き出す機能は、うん、これ業務用には勝てない。あ、だからこんぐらいできたりやりたいのによ。しかもこれ360度全部だからね。あっちはもう直線だけだけど、ファンと。で、ここの家とするさ、うん、家として、で、6畳とか20畳とかあるじゃん、うんうんうん、あれはあくまでもこの範囲は冷えるんだけど、うん、でもお客、人は換算してないから、あ、室内は冷えるけど、そうそう、うん、人が入ったら人熱持ってるから、そうそうそう、その分また違うよっていうこと。あとこの外、うん、外の方、クーラー、別に入れるケース。そうだね、こっちもね、なんかやりたいよね、断熱フィルム的なのね。あれがなんか断熱フィルム貼りたかったけど、変わるのかな。内容量はいいんじゃない。だから電気代も抑えられるんじゃない、その分。